はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく2時ですね。2月は18日のです、ね、日曜日でございまして、まったりとした午後ですね、ちょっと日が陰ってきて、それが残念ですが、また出てきたかな。出てきましたね。はい、あったかいですよ。千代田区17度で、この部屋は暖房かけずに20度ですね。ちょうどいい感じでございます。窓も開けてますね。今また出てきました。いい感じのアフタヌーンでございまして、まったりとしてますけど、まったりたりと。電話かかってきませんしね、同日というの。あれでも昨日ね、メディアの取材を受けました。いきなり電話かかってきて。あ、まあ前からメールが来てたんですけど、なんとかのあれを引き継ぎました。ライターのなんとかと申しますとか電話かかってきて、コメント等を取られましたけども、まあ別にいいんです。電話で喋るぐらいは。30分ほどですから。さて参りましょうか。時事 .com にですね、これは16日といいますか、2日前に出た記事ですね。嘘に惑わされないで、中国が企業に呼びかけウイグル強制労働疑惑受けというタイトルでございます。北京 AFP 時事ですね。ドイツです。自動車大手フォルクスワーゲン、はこのほど中国北西部新疆ウイグル自治区で同社の事業に関連し強制労働が行われていた疑惑が浮上。同自治区での事業の将来について協議していると発表した。これを受け中国外務省は15日同自治区の人権状況に関する嘘に惑わされないよう呼びかけたと。中国当局ってね、ほとんど自分の都合の悪いことは嘘しか言わないあれなんですね。そんなことみんな分かってるんでですね、中国の言うことよりもですね、フォルクスワーゲンの言うことをみんな信用するんですけども、中国自身はですね、そうなんていうかな、しらじらとですね、まあ本当にないことを言い続けてるような気がします。ドイツですね、経済誌ハンデルスブラッドは今週、2019年の新疆ウイグル自治区東部トルファンでの、フォルクスワーゲンのテストコース建設工事で強制労働が行われていた可能性があると報じた。これを受けフォルクスワーゲンは14日工事に関連し人権侵害が行われた証拠は見つからなかったとしたものの、新たな情報が入り次第調査を実施すると約束した。中国外務省は AFP に対する書面で、人権侵害疑惑は新疆ウイグル自治区を不安定化させるためにでっち上げられた真っ赤な嘘だと指摘。当局が真っ赤な嘘とかという表現を使うと、かなりこれは真実っぽい感じがしますね。真っ赤な嘘とかって無期なって言うてるでしょ。いや、そんな事実は認められてスラッと交わしてるわけではないわけだって、真っ赤な嘘って言うてるわけですから、それは反対側っていうことでしょうね、真実は。どうして企業に対し事実を尊重し善悪を見極め嘘には惑わされないよう呼びかけたということですけどそっくりそのまま自分たちには言われそうなことですね。言説ですね、それはね。これこの記事は終わってるんですけどもですね、ここ別にね、そのこの記事の通りの意味なんですけど、フォルクスワーゲンというのはですね、かなり中国にですね資本投下している企業なんですよ。もう早くからですね現地生産をしていてですね、一時期はですね中国でですねナンバーワンの自動車メーカーだったんですね、フォルクスワーゲンのですね現地合弁会社が。で、中国の自動車シェア1番、ダントツの1位だった時代があるんです。それくらいですね中国当局とはズブズブの関係であるわけです。で、前から申し上げている通りですね、ヨーロッパ大陸というのはですね、非常にその、なんて言いますか、中国大陸とはですね、なんて言いますかね、相性がある、深いと言いますか。つまりね、会計基準が緩いんですね。で、ドイツ、今でもどうか知りませんけども、総売上のですね、2% の使途不明金があっても OK よという会計基準なんです。使途不明金って何に使ったか分からん金であってですね、
例えばですね、10兆円の企業、年間売上が10兆円の企業であればですね、1000億円、ですね、1000億円は何に使うかは構わないよということですね。まあ、役員報酬にしてもええし、これ、役員報酬であればその人がですね、脱税になるんですけど、このそれ何に使われるかと言いますとですね、あれです。賄賂です。簡単に言えば。発展途上国に行ってですね、役人ども、政治家どもに渡す賄賂に使われるわけであって、10兆円企業であれば1000億まで、あ、1000億まで、2000億まで OK、2% ですから。2000億使いでありますよ。一人1億渡してもですね、2000人に渡せるわけですからね。で、それは全部経費計上できるわけですね。これは非常に緩い会計基準で、日本にはそんな制度はありませんし、アメリカにもありません。イギリスにもありません。アングロサクソン国家にはないんですね。で、日本はどっちかというとアングロサクソン基準で言ってるんで、厳しいんです。使途不明金はですね、利益とみなされます。で、課税されます。まあ、大体3割から4割利益取られるわけですよ。1000億使途不明金があればですね、400億ぐらい当局に払いなさいと。払いなさいと言われるわけですね。嫌でしょ。だからですね、その、日本やアメリカやイギリスという国はあんまりですね、賄賂を使えないんですけども、ヨーロッパの企業は使いやすいというのがあります。で、ドイツの企業はそれを使ってですね、ズブズブになったわけですね、ドイツのマーケットで。でもうそれは30年以上前から、フォルクスワーゲンなんかは30年以上前から、中国でですね、かなりのシェアを握ってるわけですね。まあ、その後今 BM とかですね、ベンツとか後から追いかけてきて、かなりですね、ドイツ勢がしのぎを削った時代がですね、10年ぐらい前ですね。もうそれでもね、まだドイツっていうのは中国でいっぱいビジネスをしている国なんですよ。で、そのフォルクスワーゲンがね、今回ね、新疆ウイグル自治区でですね、強制労働があったかどうかって調べるとかいうのを表明してるわけですね。これどういうことかというと、フォルクスワーゲンはこれでですね、中国当局に睨まれるということを覚悟しているということなんですよ。つまりですね、フォルクスワーゲンは最悪中国企業からですね、オミットされてもですね、まあしゃあないかというふうなことを考えたということですね。まあ多分ですね、それを睨んでる、もう排除されてもいいと。まあそれより綺麗事ですね、人権侵害があったと。そういう疑いがあるんで、そっちの調査を優先するというような感じですね、この記事は。つまり、将来的にフォルクスワーゲンは中国市場から撤退するということを睨んでいるということですね。いや、これは割と大きいことですよ。で、まあ、言うてみれば、フォルクスワーゲンはですね、ドイツを代表する企業であり、ドイツのですね、中国進出の、まあ、シンボル的な存在であったんですけども、その会社でさえですね、今も中国からも追い出されてもしゃあないやというような行動を取っているということなんですね。かつてこれが30年前であればそんな関係ないやつ、知らんもんって言うてですね、どんどん進出していったはずです。なぜマーケットでかいですからね、今世界一の自動車市場でございまして、2000万台以上売れてるというですね、すごい自動車市場なんですけど、まあ今ですね、中国の自動車マーケットはですね、BYD、その他ですね、500社とも70社とも言われるですね、電気自動車メーカーでですね、占められていまして、フォルクスワーゲン体調気味でございます。なんでですね、まあ、ちょっとですね、まあ、中国のマーケットに対していつでも引くでというポーズを見せたのかなという記事ですね。まあですね、あれです、まあ、もしそうであればですね、面白い話ですね。まあ、中国当局はそんな気にせんでええねんというふうにこう言うてるのがこの記事ですけども、私はそんなことよりもですね、フォルクスワーゲン、あんた中国撤退すんのという、そっちの方にですね、興味がそそられました。まあですね、ほんまに撤退するとは思いませんけどね。まあ、ある意味、フォルクスワーゲンが中国当局に対してジャブを打ってるような感じがしなくもないですよ。僕らいつでも撤退してもええねんで、っていう感じのですね、もうちょっと気遣ってもらわないで、というようなことかもしれませんけどね。まあ、そのあたりは、ようわかりません。ということで、この時事.com のですね、嘘に惑わされないで、中国が企業に呼びかけ、ウイグル強制労働疑惑受けと。
というタイトルの記事をですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。